トイステージラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。トイステージでーす。イエイエイ。今日も聞いていただいてどうもありがとう。いやいやね、先週もこの間発表会がありましたっていうお話をさせてもらったんですけど、うん、またこのね発表会の話にはちょっとサブストーリーがございましてですね。あんだなんでしょう。はい、このね発表会にね、わざわざうちのお母様がですね、うんうん、大阪から見に来てくれまして、お綺麗な、お綺麗な、うん、ありがとうございます。お派手なね、うん、お上品な、うん、そうそう、大好きなんですよ、そういう舞台とか見に行くのが、うんうん、だから、うん、今度発表会があるねって話をしたら、うん、あ、じゃあ行く行くって言ってくれて、うん、わざわざね日帰りやったんですけど来てくれてね、うん、大阪から、はい、はるばる来てくれて、うん、嬉しいね。そうそう、だからね、そう見に来てるわと思って私もウキウキで踊ってて、でなんかね、うん、ちょうどねその本番中ね、私がこうポーズするとこがあるんですよ、ポジション的に、ちょっと止まる、はいはい、じゃあね、なんかこうキラキラしてなんか動いてるのがちょっとお客さんの方から見えたんですよ。で、うん、チラッとそのお客さんの方見たら、まあうちのお母さんやったわけですよキラキラ輝いてた。もうね、暗いじゃないですか、客席ってね、うん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 、だけどもひときわ目立ってて、そのキラキラがいや、そこまでキラキラ着飾ってこんでも良いんじゃないですかっていうぐらい、衣装ですかぐらいの、もうほんまそうなんですよ、うんうん、そうで、やっぱうちのお母さんやってこう手を振ってくれてたんですけど、うんうん、もう私も笑いがこらえられなくて、もうお母さんやめてやめてやめて、こっち真剣にやってるからやめてやめてって言うんですけど、うん、まあお母さん的にはね嬉しかったかなと思って、もう火力って感じよね。そうそうそう、うん、もうそれででも余計に私もテンション上がって、そう舞台もね、うんうん、すごい成功したんですけど、うん、でね、うちのお母さんその日帰りで帰らないといけなくて、なんか次の日がどうしても用事があるとかで、うんうんうん、だから舞台自体も最後まで見ることができなくて途中で帰ったんですよ。あ、そうなんや、うん、で、まあ、ありがとうって言って私もちょっと見送ることはできたんですけど、うんうん、で、まあ、もう新幹線乗ってんやろなと思ったら、うんうんうん、私がちょうどほんで舞台終わって、うん、私が電車乗る時ぐらいに電話がかかってきて、うんうん、終電が終わってしまったんですよ。へー、そうで明日どうしても帰らなあかんのに、うん、どうしようどうしようってなって、うん、って言って、ね、かよこんち止めてって言われたんですけど、うん、もうね、うちね今ねめっちゃ散らかってて、おうおう、まあ、発表会の衣装とかでね、はいはいはい、だからもう散らかってるから、どっかちょっとホテルとか取ってよって言ったんですけど、うんうんうん、でまたそれが連休やったかなんかで、うん、どこもホテルも取れなくて結局、あら、そう、でもうち来るしかないってなって、うん、ちょっとね汚いところ申し訳なかったんですけど、うん、そう泊まってもらって、でもねそのおかげでなんかいろいろ普段話せない話とかね、うんうん、できたり、ご飯も一緒に食べれたりして、うんうん、まあそれはそれでよかったなと思って、いややっぱりでもホテル泊まるより、うん、そのかよこちゃんのさ普段の生活が見れるわけやん、うん、お家とか行ったら、まあねまあね、うん、ほんと汚かったですけどこんなところでみたいなまあでもお母さんも分かってるからあ、そうなんや、うん、だからもう分かってる、分かったいいって言ってくれてあ、でもいいよね、親子で枕並べて寝れるってね、うん、そうそうそう、なんかなかなかね、うん、最近なかったんで幸せ、うん、そうそう、でね、ちょっとね感動エピソードがありましてですね、はいはい、次の朝、うん、さっき帰ったんですよ、お母さんが、うんうん、で手紙が置いてあって、うん、舞台で輝いてるあなたが大好きですっていうね、あー嬉しい、カードメッセージカード置いてね、うん、去っていくお母さん、これ泣けるよね、うん、これは聞いたね、泣けるよね、泣いたよね、泣いたよね、もうちょっともうほんとね感動、今思い出しただけでちょっとね、うん、ってくるけど、うん、そうそう、だからお母さんありがとう、うん、お母さん聞いてる聞いてる、かよこママ聞いてる、なよしさん、かよこは今日も頑張ってるよ、はい頑張ってますそう、まあそんなちょっと感動なお話がありました、うん、はい、だからこれからもね私も頑張ろうと思って、うんうん、気合が一層入りました。なるほど、はい、そんな気合十分なかよこちゃんと、はい、私も負けませんよ、気合満タンの私まゆとで今日も元気にお届けしたいと思います、はい、トイステージラジオスタートです。トイステージラジオ、トイステージラジオ、トイステージラジオ、あのさ、はい、
柿の葉寿司といえば、はいはい、思い浮かべるのって中身何、うん、なんやっけ、あのなんか鮭みたいなやつ、おあのみたいなやつって何だ、鮭か薄い鮭みたいなやつペターンってしたやつやろなんか悪意を感じる薄いやつって、いやでも私めっちゃ好きなんですよ。あ、嘘、私ね、うん、じゃこれお母さんの話ちょっとしていい、いいよ、お母さんね、うん、柿の葉寿司が好きなんを知ってるから、うんうん、お弁当にね、うん、柿の葉寿司だけ詰められたことあるんですよ。あ、なんかそれ聞いたことあるで。あ、言ったっけ。言ってたよほんまそれはびっくりしたけどね。いや、そりゃないわと思ったけど、いやでもそれ嬉しくない。いや嬉しいけど、なんかみんなこうお箸でさ、こういろんなさ食材を食べてんのにさ、うん、うちだけなんか柿の葉っぱを剥いてさ、うん、手でこうやってひたすら食べてさ、うん、なんかちょっと恥ずかしかった記憶がありますそれ家でしたいと思って。でもそのお弁当高いと思うで。あ、まあね、値段は負けへんけどね、うんうん、だいぶいいやつやで、きっとね。ごめんね、そんな話思い出しました。あ、ほんと、うんうん、いやでも、はいはい、鮭思い出すの。じゃあ鮭ですね、はい。あ、ほんと、うん、なんか Facebook で聞いてみたんやけど、みんなに、うん、ほうほうほう、一番多かったのはやっぱサバやって。サバも柿の葉寿司なの？そうだよ。あ、そうなの？うん。そもそもなんでこんな話をしてるかというとですね、はい、この間実家に帰ったじゃないですか、うんうん、で私ね、いつもお土産何しようかなって考えた時に、はい、まあ、奈良やから奈良漬けかなって、まあ、最初に思い浮かぶんですよ。はいはいはい。でもそれ結構大概の方に大概お土産にしてるんですよ、うん、あ、そっか、あ、まゆさん奈良漬けねみたいになってもう出さなくても奈良漬けねみたいになってきたから、はい、ちょっとなんかこう、ね、違うものにしたいと思って。そう来るみたいなね。そうそう、はいはいはい、あ、今日奈良漬けちゃうやんみたいなでなってほしいと思って、ほうほう、で何があるかなって思った時に思いついたんですよ、はい、柿の葉寿司ってね。で結構あの伝統のあるお店とかも結構奈良に多いんですよね、はい、で行ってみたらですね、うん、あのやっぱいろんな種類があるわけです。へー、サバだけじゃない、鮭だけじゃない、うん、で今回ね、うん、お土産する前にいろんなものを食べ比べてみようと思って、はいはい、サバも鮭もタイもアジもすごい全部買って食べました食べるよね、美味しいよねで結果は、まあ、私のベスト3は、はい、鮭、うん、タイ、ほう、サバ。あー、そう、タイ、うん、タイ食べたことないな。タイ美味しいね、これぜひ食べてほしい。はい、あれ何やないのお土産あ、そうね、それね言われると思ったんですけどあのね、日持ちしないかなと思ってうふふふあー、おそういうことね結局ないんかいというね、はい、失礼しました。はい、さあ、というわけで、はい、今日のテーマに行ってみたいと思います。はい、今日のトークテーマは携帯早打ち選手権。先週のトイステージラジオはですね、はい、文章を書いた紙を渡していただいて、うん、それをお手本にワープロソフトに打ち込んでいったんですよね。はい、そうですね。で、そのキーボードの早打ちの速さを競いました。はい。で、まあ結果は私めの圧勝あ、圧勝いいです、一回でいいですだったんですけれども、はい、そうでしたね。はい、気になった方はぜひ先週のトイステージラジオ聞いてみてくださいね。はい、はいはい。で、かよこちゃんがね、リベンジしたいということで、うん、もうぜひお願いしますはい、悔しいですでしょ、はい、しかも私もね、うん、思いがけず5分以上かかったので、 あの時、うん、きっと、ね、うん、携帯でなら、うん、もっと早く打てるんじゃないっていう。いや、間違いないっしょ。これは言い切る。あ、これはこれはほんまに。あ、そう、ほんまに、うん、だってそっちの方が絶対使ってるもん。あ、まあね、うん、私もそうなのよ、うん、やっぱりね、うん、パソコンよりやっぱり携帯ですよ世の中携帯ですよ。世の中携帯ですか、はい、マジですか。ああ、これであれよりも遅かったらだいぶね、うん、どうなるんでしょうねこれねってなりますけど、うん、まあ、でも自信あるよね。自信ある、ありあり、うんうん、じゃあ今日はどっちから行こうかな。どっちから行きましょうかほんなら、うん、じゃんけんで決めようか。あ、いいですよ。最初はグーやで。はい、最初はグー、じゃんけんグー、うん、あのさ、言うてくれへん、口でもう一回、もう一回やる。いいよ、いいよ。かよこちゃん、チョキやった。チョキやった、はい、うん、じゃあ、なので勝った方から、はい、行こうかな。オッケーです、じゃあまゆさんから。はい、私先行で行きたいと思います。はい、それでは行ってみましょう。まゆさんから携帯早打ち選手権スタート。はい、いただきました。はい、あー、これ前回のやつと一緒や。お、そうですよ、頑張って頑張って。わおわおわお。っていうか、うん、まゆさん、ガラケーを使ってる意味あるんですか。え、ガラケーやけど
そうなんです、早いんですガラケーの方が早いの？どっちも早いんですけど、私、へえ、スマホの方が早いんじゃないですか？ええねえねえねえ、まゆさん、まゆさん、なになになに、スマホの方が早いんじゃないですかってかってかって言われても、はい、そうなのかな、そうなのかな、じゃなくて、うん、え、そうなの、ガラケーの方がじゃもっと早いってこと？そう、へえ、ね、だってこっちの方がなかなか、ね、うん、あれなんです、使ってる年月が長いんです。あー、でもそうですよね、まやさん結構最近までガラケーでしたよね。そうですね、え、はい、でもスマホのね、そう、さっきね、まやさんね、やっとスマホのね使い方を知ったんですよねえ、あの、知ってます、スマホって青を押せ、青を例えばこう左にピッてやったら E になったり、はいはい、上にピッてやったら U になったりするんですよ、うん、それ知らんとね、ずっと連打あーいい、あーいい、うーとか言ってそれほんとさっき知ってはりましたから。そうなの、みんな知ってたの、ね、みんな結構知ってますよね。マジか、結構電車の中でみんなピッ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 やってるでしょ。でも知らんか、うん、そうね、そうでしょ、だからスマホの方が早いんちゃうと思ったんやけどな。え、違うね、それさっき聞いてすぐやってみようかと思ったんやけど。あ、そっか、いきなりやった、かなりね、つけ焼き場すぎてね、無理だったの。あ、そっかそっか、うん、どうですか今、どれぐらい、もうちょっといい感じ。え、なんか意外になんかね、意外にカッコとかがあれみたいになってる。 あ、そっか、カッコとかな、そういうのはちょっとあれかな、携帯はめんどくさいかったりするのかな。めんどくさいね、ちょっとなんか意外に遅いな、私。意外に嘘、あれ、さっきこれはいけますって言ったからね。ねえ、まあ、私もやけど怖いわ怖いわ。いる、うん、一話の、一話の、あ、言い出した言い出したそう、言う気持ちすごいわかるよ、ほんま、うん、言ったらなんかね、あの、打ちやすいですよね。こうなんか字を見ながら打つのがな、難しいわ。なんかこう頭でその文を理解してたらわかるんやけどな、まゆさん。うん、そうねそう思うわ。そうでしょ、うん、聞いてた、聞いてた、聞いてただよ、うん、なんでよーってなってるけどねえ、なんかこれ難しいな、うん、難しい、やっぱり、やっぱ大変か、うん、結構指が疲れそうですね。なんかね、うん、やっぱり、はい、これ爪のせいやな。また爪、また爪、また爪って、また本当これ、爪切ってこればよかったのに。まあね、まあでもこれね、うん、2回連続撮ってるんです。おー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 、言っちゃったそっか、どうですか、いかがでしょうか。もうちょっとかな、真剣な眼差しでございますよ、まやさん。できたできたー、ピー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 、はーい、終わりました。はい、いややっぱ難しいわ難しかった、しかしよ、喋りかけてくれましたね、かよこさん。そうかな、そう、そうですかね、そんな優しい感じだったと思うんだけどほんま、うん、じゃあ私も優しい感じで生かしてもらうわね。はい、お願いします。はい、じゃあ次はかよこちゃんの挑戦です。はい、後半に続きます。なんとか戦隊イエロー、なんとか戦隊オレンジ、 We are トイステージ。面白すぎてすんません、嫌な感じで笑顔がつながるライブ、いつの間にかハッピリケーション、トイステージライブにおいでよ。この面白さにトリックはありません、 I'm hungry。 トイステージ、トイステージ、トイステージラジオ、ワイワイ楽しんでいきましょう。ラジオの前にいる君最高、今日も聞いてくれてありがとう、マユとカヨコがお届けするよ、一緒に盛り上がっていこう。それでは次はいよいよかよこちゃんに挑戦してもらいたいと思います。はい、携帯早打ち選手権スタート。さあ打ち始めました。はい、かよこちゃんもやっぱり携帯の方が全然得意なんよね。はい、もちろんもちろんもちろん、なんか全然余裕あるもんね。そうですか、うん、今はスマホで勝負。スマホですよ、スマホに変わったのはいつぐらい。私はね、もう2年前ぐらいじゃないかな。あ、そう。はい、じゃあもうガラケーを触ることもない。もう私は全くスマホ1本で。あ、そう。はい、いや、それやっぱり毎日触ってるよね。毎日もちろん、はい、ということはかなり期待できるということですよね。うん、タイムが、うん、はい、多分前回、確かキャー、なになになに、どうしたん。え、もうじゃあ、あの、何、漢字変換するの忘れた。
だからまた消さなあかんやろこれ。ちょっと声が、声のトーンが忘れた作業してるから、作業してる風な声になってるね、上げていいからね。そうよ、そうよ、そうよ。はい、かよこです、かよこです。いやでも、ほんま早そう、うん、ほんまパソコンの時と違うもん、なんかもう指の運びが、運びが、うん、でも結構ね、なんかね、私こうテンパるとね、うん、まあるから、なんだ、うん、なんか言えてないね。なんかあれやから。なんかあれがあれで、あーなやろ、あーなもんね、わかりやすい、わかりやすいでしょ、めっちゃわかりやすいわ。いやでも前回 の、 そのパソコンでの早打ち選手権の時は、はい、かやこちゃんは同じ文章で9分以上かかってるんです。あれ、あそうなの、うん、あそうね、そうですよ、そうでしたね。でなんかね、プラス12秒ぐらい足されてたから、はい、結局ね、私たちの差が開く結果になりましたが、そうよ、今回はなんかえらい早いんじゃない、はい、かな。でもなんかね、なんかね、なんかね、あんまりそうでもないかもしれません。本当、今どの辺、半分ぐらいまではいった、半分いったかな、いったかな。もういっぱいいっぱいになってるやん。なんかね、しかもさ、やたらマイクと近いねんけど大丈夫。もうちょっと下がってもいいよ。だってここにあるからさ、ここにあるからさとか言って、分かります。今なんかマイクカバーに注視そうな勢いやったよ。だってさ、近かった。だってさ、うん、でも、はい、文章が前回と同じなんですよ。はい、そうなんですね。前回聞いていただいた方はご存知だと思うんですけど、はい、鶴の恩返しはいの中から、はい、はい、あのさ、相槌が、はい、もうちょっと、はい、もうちょっと、ねえかよこちゃん、そうですね、そうだよね、はい、そう思います、はい、鶴の恩返し、あ、そうですね、鶴の恩返し、読んだことある？んー、なんかあのテレビで見たことある程度とか言って、あ、本当？はい、最後のあのオチっていうか、オチは全部知ってる？あれでしょ、襖開けちゃうんでしょ、おじいちゃん。なんか。ほんならどうなるの？ほんならなんだっけ、どうなんだっけ、見ないでってなっちゃう。見ないでってなる、見ないでってなって、うん、ごめん。なんで見たあかんやったっけ、え、なんで見たあかんやったっけね、なんか秘密があったんでしょ、なんかね。それも分かってないの。秘密があったでしょうね。秘密があったからね、それ見られたくなかったでしょ、うん、その秘密は何だったんですか、何やったっけ、あ、自分の、うん、なんや、自分の羽で追ってたんじゃん。それが秘密？知らん、そうちゃう。こんな、こんな言ってたらなんか怒られずやな、なんか。ほんまや、大丈夫かな、見たことあるって言ったらあかんレベルやで、それ。失礼、失礼。いや、鶴は、はい、鶴として恩返しに来るんじゃなくて、はい、娘として来るんです、人間の。あー、はい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 、ほんで普通に、はい、お部屋を貸してくださいって言って、はい、降り始めるんですよ、着物を。で、絶対覗かないでくださいねって。はい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 、そしたら、はい、やっぱおじいさん毎日毎日気になるから、うん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 、で娘がちょっとずつ痩せていくんやったかな、うんうんうん、気になってできましたもう最後、ああやった、かやこちゃんできたよ、できたよ、出たの。はい、というわけでかやこちゃんの挑戦が終了しました。はい、さあどうですか、はい、いや意外とね、もうちょっとスムーズかなと思ったんやけど、うん、意外とちょっと悪戦苦闘しました。なんか途中でああとか言ってたのは何が起こってた？あのね、あれなんですよ、漢字に変換しなくてそのまま確定をしちゃって、うん、して一回確定をしちゃうとまたこうドドドドドって戻らないといけないじゃないですか。よくわからないな。あれ、なんか住んでいましたをそのままひらがなで住んでいましたまでやってたから、うん、全部それをピューってすまで消してまた住んでいましたって変換とかがめんどくさかった。めんどくさかったから言ったらあかんけど。そうなんや、結構大変、意外と。まあね、まあね、でなんか焦るしね、こう時間に追われてると。そうなのよ、そうするとなかなかね。ほんで喋ってるしね。あ、そう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 、そうですよ、まゆさん。もうこれ無言でやったら半分ぐらいになると思うよね。そうね、もうちょっと集中できると思うわ。よね、あ、よね、よね、それはそうよ、うん、そう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 、もう、うん、まあでもそれお互い様やから、お互い様ね。そうそう、はい、でですね、うん、結果を発表しますと、はい、でるる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 る、私まゆのタイムは3分13秒。おー、すごい、ほぼほぼ、じゃあ
さっき、あ、パソコンのやつよりだいぶ早いですよね、うん、だいぶ早い、ね、3分ぐらい早いかな、5分やったから、5分やったから、そうですね、まあ2分ぐらいか、ね、うん、すごいすごい。さあそして、はい、気になるかやこちゃんの結果です。はい、かやこちゃんの結果は、うん、4分14秒。イエーイって、やっぱ負けたかガラケーに負けたか。ガラケーにって言わせてくれる。そうやな、それちゃうな。ガラケーマスターと呼んでいいよ。マスター尊敬します。ガラケーマスター。じゃあ、弟子にしてあげようか。別にいいわ。なんでやねん。弟子別にいいわ。それよくかよこちゃんが言うやつやね、言ってるけどね。画伯がよく言うやつや。画伯は、ガラケーはええわ。遠慮してくわ。マジで。はい。いや、でも、うんうん、これね、これだけじゃないんですよ、うん、ほう。実は、うん、誤字脱字一文字につき3秒のペナルティが課せられます。そうですね、それがありましたね。はい、はい、というわけで、うん、どうですか、自信のほどは。誤字脱字、自信あるよ。全然間違えてない。間違えてないよ。あ、そう、うん、完璧なはずなんですけど。では見てみましょうか。はい、はい、かよこちゃんですね、うん、あ、はい、もう頭のところ、ほう、昔昔、うん、ありところにってなってますよ。あり、うん、あり、ありところに、あり、何ですか、ありところって。あり。はやるなお主。ほほほほ。見たかっただけやね。もういきなりやんか。いきなりやっちゃったね。うん、あ、でも、うん、後を見るとないっぽい。お、ということは、はい、ペナルティーを3秒やったー、やったー、よかったー。そして、はい、私まゆは、まゆはね、うん、なんと100点ですよ。お、花丸、やっぱ間違いない。すごいすごい、やったやった。惜しいけど、私やっぱ負けちゃうか。あ、いや、ね、でもでも、もう一個言うとですね、なになに、かよこさん、はい、実は、うん、タイトルございません。え、マジで。タイトルございませんので。マジで。カッコ、カッコ閉じるで二文字でしょ、はい、ツールの、はい、オン、ガエ、シ、全部で8文字おかける3、はい、あった24秒。プラス先ほどの3秒で27秒足されましてですね。マジか。結果は4分41秒。マジでそこそれ抜けた。もう名前書いてへんみたいな人や。お前ゼロ点のやつや。うわそっか、うわやったね。やっちゃいましたね、最後に。やっちもうた。あっちゃっぱー。おもろい。それでは以上、携帯早打ち選手権でした。なんとか戦隊イエロー、なんとか戦隊オレンジ、 We are トイステージ。面白すぎてすんません。嫌な感じで笑顔がつながるライブ、いつの間にかハッピリケーション、トイステージライブにおいでよ。この面白さにトリックはありません。 I'm hungry。いやでもさ、はい、2週続けてやってきたけど、うん、キーボードと携帯で打った時のタイムの差って明らかやね。ほんま全然違いましたね、うん、だってかよこちゃんなんて9分台やったのが4分台、うんね、うん、はい、半分ですよね。半分以下やよ。すごくない。すごいですよね。そんなキーボードあかんかったかな私。もうちょっとできたはずやねんけどなって逆に思うけど。ブラインドタッチって言ってた人がよ、ね、本当にね。ねえ、すごいすごいね。うん、そんなちゃうと思わへんかったわ、でも。はい、ねえ、でも私も5分やったのが、ああ、そうですよね、3分台になってるから。そうですよね、やっぱだいぶ縮まってるんですよ。いや、まゆさんの3分台はすごいですよ。あ、そう、早いですよ、早すぎるね。でも、うん、ガラケーですけどね。いやでもガラケーだからすごいじゃん、使いやすいの、やっぱり。いや使いやすいですし、うんうんうん、何を隠そう私、はい、ガラケーやったら、うん、ブラインドタッチできますもん。あ、そっか、もう見ずに、うん、親指だけで。もうだから画面とかあんまり見なくても、うん、はいはい、ずっと文章読んでられるもん。おお、まあ、なんかただ変換するときとかは変換してから選ばないといけないから、その時はあえってその漢字を見たりとかはするけど、ひらがななんてほとんど見なくても打てるし、おー、全然、はい、かかってきんしゃーいって感じですよね。どんどん来いで。そうそう、私より早い人がいたらかかってきんしゃーい。なんかね、そんな大会
会ないのかな。ないか。ありそうじゃない。でもそう、携帯早打ち選手権とか、ほんま、なんか調べたらあるかもね。あったらいけそうな気する。いけると思う。だってもう、ま、なんかまゆさんの親指の速さ半端なかったもんね。でしょ。ペペペペペペペってすごいなと思って、ね、後半なんかちょっと集中しすぎて、うん、トークがちょっとあやふやになってたけどね。そう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 、あわーみたいな。そう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 、いやもうかよこちゃんの鶴の恩返しのストーリーにも笑ったけどだいぶ面白かった。マジ適当やったからね。あそうちゃうなみたいな。まあでも先週は、はい、もうおじいさんが罠にかかってかかっちゃった、ね、鶴を見つけるっていうねストーリーに変わってたぐらいやから。そうね。そう、ちょっと気になった方ぜひ先週のも聞いてみてくださいね。勝手にストーリー変えちゃうからね。そうそう大きな違いやよみたいなねなってたから。でも今回はねちゃんと、はい、今回は間違いなかったですよ、うん、ねタイトルがない以外は一文字だけやったもん ね、 ね、ほんとやらかすよね。ほんまそれショックやわ。ほんとに毎回何かやらかしてくれるかよこちゃんでした。さあそれではエンディングに行ってみましょう。それでは次回の予告です。次回のトイステージラジオはおやつは300円までよリターンズ、イエーイ。うわおやつ、そうやね、これ私大好きな大好きな大好きな企画で。あ好きそうでしょ。まあ、前回はこの300円でさ、こう駄菓子みたいなのとかちょっと昔懐かしいお菓子とかも集めて300円にして、で持ち寄ってですね、そこからこうお互いのもうそれめっちゃいいやん、これめっちゃいいやんみたいなのをよりによってよってよってベストな300円を作るっていうのをやったんですよ。でまあ今回は全く同じことをやってもあんまり面白くないので、ちょっと反則ギリギリを狙っていきたいと思います。まあ例えば、100g 入って100円のお菓子があるとするじゃないですか。はいはい。じゃあまあ半分半分、うん、なんかラップに包んで持ってくる 50g を。あ 50g。 そう、そしたらこれは50円ですと、あ言えるわけですね。そうですよ、はい。そんな感じでもう別にふふ開いてていいです。あ、いいですか。じゃあね、でもそうやっていろんな種類ができますよね。そう、ただ食べるとき湿気てるかもしれないですけど。お前ね、うん、まあいいか。まあそれもありで。あーじゃあちょっといろいろ込み込みで自分のベストな300円を作って持ってきましょう。オッケー。そしてお互いがねそれを判断してですね、うんうん、より満足度の高い方を勝ちにしたいと思います。あ、じゃあこれも一応競うわけですね。一応ね。よっしゃー、しとけー。よっしゃー、頑張りましょう、はい。というわけで皆さんもね、もしかしたら懐かしいとかそれ大好きっていうお菓子が出てくるかもしれません。あ、そうですね。楽しみにしていてください、はい。今日も最後まで聞いてくれてどうもありがとう。今日のトイステージラジオ、お相手はトイステージのまゆとトイステージのかよこでした。それでは来週も絶対聞いてくださいね。せーの、バイバーイ。